英語言ったらその英語言った回数分だけ知り合いの女の子にえディズニー行かないって言わなきゃいけないため。どうしたハキト、どうしたモチとレイというわけでですね、はい、今回は社内からお送りしているんですけれども、はい、今からねディズニーに向かいます。はい、休園がね解けるということで、はい、解ける前に人がいないディズニーをちょっと見ておきたいということもあり、はい、ちゃんとマスクとかをしてね、はい、向かうわけなんですけれども、その道中で、まあ、英語禁止にしまして、うん、言ってしまった人は冒頭でも言った通り、はい、まあ、知り合いの女の子にえ、ちょっとディズニー再開するらしいから行かないっていう LINE を送るという罰ゲームを取ってもらいます。なるほど。で、まあ、英語の範囲としましては、はい、まあ、和製英語とかカタカナ英語も全部込み込みにしましょう。はい、はい、もう以上です。そうですね。まあでもこっからね新たな出会いがあるかもしれないから、まあね可能性は十分にある。プラスに考えたらそう。というわけで今回はディズニー行くまでの道中で英語禁止で英語を言ってしまったら女の子にえディズニー行かないって LINE 送んなきゃいけない旅やつやっていきましょう。はい、はい、で今回レイは運転兼カウンターというか判定員ということでね、はい、やってもらいます。はい、行きますか。じゃあ行くか。うわー、あ、ごめん。え、いや、全然。英語禁止ディズニー旅よーい始め。うわー、うわー、いやー、回避したね。ちょっと黙っちゃうな、これ。始まったね。本当に嫌だな。緊張するわ。え、この目的地の名前はアウト。アウトです。アウト。おー、おー。え、なんやばやば、まあ、言ってた自分。やばいぞ、それは。これ人間怖。はい、送りました。はい、はい、送りました。ディズニー行かね。早いんだよな。じゃあ再開で、はい、スタート。うわー、はい、なんか話題ない？話題、うん。じゃあネズミの国で、はい、一番好きな乗り物の愛を語ろうぜ。あー、いいね。どこがいいか発表しよう。あー、難しいな。俺いいっすか。はい、俺あの探検家が、うん、あ、透明なドクロを、うん、え？え？え？それはドクロって感じあるでしょ。まあ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 、セーフか。まあ骸骨にしとくわ、じゃあ、うん、骸骨と、うん、あと若さの泉を探しに行く冒険の乗り物、うん、あ、そんな感じなんだよ。世界観も好きだし、うん、絶妙に怖くないというか。なるほどね。そうそうそう、昔からあれが一番楽しいなって思ってる。どっち？何でし？海。あ、海か。あ、危ない、今危ねえ。釣られかけた。今危なかった、本当に危なかった。これいけるか。モッチは？俺は、俺も海なんだけど、亀とおしゃべりする、うん、あー、いいね、やつ。かわいい。え、なんだっけ名前？あれは亀おしゃべり。あれか、あれいいよね。うん、まあ、悪くはないけど。当たったことある？あれ、あれ、あ、ないかも。俺ある。俺あるんだよね。あるある。マジで？何喋ったの？俺は本当に名称が始まってからだったんだけど、僕面白くないんですって。どうやったら面白くなりますかって言ったの。そしたらなんだっけな、振られたのよ。え、何か、なんか振られて、でその時にあの亀の名前をね、うん、亀の名前あるじゃん、ちょっともどかしいな。ぶっ壊し、そう、ぶっ壊しじゃなくて、うん、亀って呼んじゃったの、亀の名前を、うん、ああ亀さんって呼んじゃって。あ、はい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 。そしたら会場めっちゃ爆笑してもらって。お、湧いたの。おお、なんだ面白いじゃんみたいになって。めっちゃいいな、それ。すごっ。マジでただの天然でめっちゃ笑ってもらったっていう、ちょっと俺も、いいな、カメおしゃべりで受けたいな。レイは好きな音楽はなんだ、うん、ロックです、終わり。そういうのなんだ。あったわよ、お前みたいなやつが。やば、終わった。モセは？俺、銃を撃つやつ。あー、撃つやつ。あいつのあれね。おもちゃのお話のやつ。あー、そう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 、おもちゃのやつ。無限の彼方の方ね。そう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 、そっちね。あれの
銃のやつが面白い。わかるわ。確かに俺も陸の方はそれが好きかも。うん、確かに面白い。やだな言わないね、意外にめっちゃストレス溜まるもん。いやあ、うん、え、俺が思い出してこいつ言ったなっていうのを密告してもいいの？いいんだよ。いいんじゃない？これちょっと言うよ、その言葉を。のせが今ストレス溜まるわってなかった？おおあはぁー、のせアウトー。これアウト？ストレスってどう？いや、確実に。まあ英語だけどさ。うわー、ちょっと、うわー、誰行く？まだ行ける？ディズニー行かね。ディズニー行かね。おー、いいねー、送った。いいね、よし、じゃあスタート。なんかお話振ってよ、レイ。え、みんななんかどんな感じでさ、回るの？ネズミの国を。あー、一日あったら。あー、そのいっぱい乗り物乗るとかさ、食べ物食べるとかあるじゃん。なるほど。俺食べ物食べない派かな、割と。乗り物いっぱい乗る派。うん。あ、まあ俺もそうだね。あと同じ乗り物めっちゃ乗る。なるほど。そう、気に入ったやついっぱい乗りたい派。マジか。うん、もっちゃん。俺は食べ物をもまあ昼飯の時食べるんだけど、あ、海の方、海だけかな。まあ多分肉もあると思うんだけど、うん、肉あるじゃん。あ、骨付き肉。あ、あ、あれ絶対食うな。あ、あれうまいよ。あれ食べるよ。もっとないの？さっきのせが好きなやつ、あれは絶対終盤にやる。俺は終盤なんだ。うん、なんか、あれ序盤中盤終盤でいくの？あのね、ファストパスやっぱ人気の。よし、あー、やったー、やったー、さこめー、やったー、バカがー、やっちゃったー。どうか、バカがー、それは痛い。ファストパスだ。めちゃめちゃ言っちまったー。あらちゃん、え、誰？いや、普通に友達。高校？高校の友達。初。はい、送ります。はい、開いたら、もう開いたらでいいか、開いたらディズニー行かないで送ります。うわぁ、あー、それー、送りました。うわぁ、送りました、ちゃんと。やってる。スタート。だんだん心を引いた。やばいな。いや、でも正確に言えばもうだんだんもう英語だけど。あ、そうだね。歌詞だんだん英語だけど。あ、そうだね。あれそうだよ。レイどうすか？いや、俺は分からないです。じゃあ大丈夫だね。あ、そうだね。あれ、英語なんだ。英語です。浅熊あんじゃん。浅熊？本当だ。行ったことある？ある。それなんか毎回話してない？抜けたら毎回話してない？うまいよね。いや、うまいよ。いや、どう？どう？何が？もっちどう？浅熊？うん。汁うまいよ。え？汁？汁？汁？何の何の？トウモロコシ汁。あ、そう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 。トウモロコシが出てこなかった。やば。英語の方しか出てこない。ちなみに言わねえ。もうシンプルに。あ、お、お、本当だ、アウト。うわ、気づかなかった。きたー、きたー、気づかった。シンプル、気づくの早っ。シンプル、気づくの早っ。自分で気づいちゃった。あ、って言ってそう。他人に敏感になるな。やばかった。気づけると。うわ、これでもうみんなフラットだね。ディズニーかね。あ、急だけどにしてはよかった。送ります。はい、どうぞ。送りました。よし、ナイスライン。マジ、人間関係どんどん消えていきそうね。マジで。まだいい。ただでさえ少ないのに。ニューヨーク、ニューヨーク、ニューヨーク。よし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 、スタート。うわぁ、この緊張感よ。やだ。なんか話題ある。さっきなんだっけ。ディズニー。おぉぉぉぉぉアンドタイム。嬉しい、ディズニー。アンチ、アンチ。いや、言えねえ、ディズニー。ディズニー。いや、行っちゃうわ、これ。あぶねぇ。見どころ作るね。ディズニーで会うとはなかなかないよ。いいね。いや、バカだ、マジで。即答。送りました。はい、オッケーです。うわ、いいな、キャラがな。うぜー、キャラで許されるよな。いや、許されねえよ。うわー、スタート。じゃあ、あれやろうぜ。山手線ゲーム。やばっ、やばい。山手やろう。お題、お題ね、何がいいかな。食べ物。じゃあ、言えなくても、じゃあ送ろう。あー、いいね。まぁ、え、その代わり、判定は甘くしよう、そのタイム、
今大丈夫だよね。うん。そのなんていうの、間が空きすぎたとかだったとしても甘めに判定しよう。オッケーオッケー。はい。やばいやばい。じゃあお題食べ物で。山手線遊び食べ物の名前。イエーイ。乗せから時計回り。いやいやいや。いきなり遅っ。牛丼。そば。うどん。りんご。困るな。卵焼き。卵丼。何それ。ちょっと待って、ちょっとさ、ちょっと待って、これさ、これやばいよ。卵丼あるでしょ。ないよ、真偽だよ。いや、卵丼あるって。な、何何、卵丼って丼だよ。いや、聞いたことねえよ。そう、卵丼あるよ。かけご飯って聞いたことねえよ。逆にこれはダメじゃない。じゃあ、あとで個人的に送って、誰かに。個人的に、個人的に送るわ。個人的に誰かに。じゃあ、卵丼から再開で。マジ。はい、今日、せーの、みかん、いちご、ぶどう、パン粉。天丼、ごま、スルメ、タコ、納豆、マグロ、イカ、スズメ。あーあー、はい、あー、はい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 、タクエルやん。ダメダメ、もうダメ。タクやん。もうおー、イカ言うなよ。レイ、ま、言うなよ。レイ、ちょっとあのどっかあの休憩入るか、もしくは目的地到着したら2人にあの送ってください。はい、送ります。はい、レイ、お題。オッケー。3人でいい。もういいかな、レイ失敗するし。したら、うわ、緊張するわ。海の生き物とか。海の生き物で行こう。わかんないな。無理、英語入らなくても言えなくなっちゃうかもしれないから。あんまりわかんない、これ。はい、これが時計回り。はい、はい、歩きから始まる山手線遊び。海の生き物の名前。イカ、マグロ、タコ、サザエ、ウニ、アワビ、クジラ、モズク、イルカ、シャチ、シシャモ。川？シシャモって…え？ちょっと調べますね。審議、審議、審議。シシャモ。シシャモ、シシャモってどうなの。シシャモ、やだ。シシャモは急流を目、急流を下に属する魚で、川で産卵および孵化し、海で成長後に川に戻るので、お、じゃあセーフ、大丈夫です。やった。じゃあ次行きます。やばい、せーの、カツオ。イソギンチャク。え、イソギンチャク。タコ。言った。あ、言いました。え、言ってないで。いや違う、タコって言った俺は。え、俺がタコってさっき言った。言った。え、それを前回の遊び でじゃなくて。いや違う、今のターンで言った。言った、言った、言った、言いました。え、カツオじゃなくてタコ。言いました。はい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 、審議審議。はい、今モチターンって言いました。あー、言っちゃった。じゃあ、え、これどうなりますか。ダブル、ダブルで、ダブルアウト。本当にタコって言った。タコ言った、タコ言った。カツオじゃなくて。いや、カツオも言ったけど、違う違う、これもう一回終わらせるけど。その前に言ってた。一番最初の一周目で言った。俺イカって言われてタコって言った。はい、マジか。どうせモッチアウト。いやー、バカ。もうタコうずうずすなよ。俺イカって言ってないんだけどな。送りました。はい、ディズニーに行きたくねって送ります。あー、うわー、それありだな。モロ行く前のラインだ、それな。じゃあまたスタートする。よし、スタート。ちなみにあとどれぐらいですか。もうね、多分見えてくるぐらいかな。おお、じゃあ、あと10分ぐらい。これちょっと耐え切りたい。
じゃウルトラソウル順番に歌ってくる。やばっ。そしたんだっけ、ワンフレーズで夢じゃないあれ、でもこれも歌詞夢じゃないあれもこれもその手で扉を開けましょう。なんだっけ、祝福が欲しいのならかな、悲しみを知り一人で泣きましょう。そして輝くウルトラソウル。もう言うしかないよ、言うしかない。送ります。アウト。いやブラボーだわこれは。送ります。いや余裕があるからできるやんそれは。そんなん送るやんね。送ります。余裕なかったらできない。だって送るだけで逆にウルトラソウルがいるんだったらウルトラソウルじゃん。そっか、確かに。そうなんだ。そうなんだよな。OK 送りました。スタート。ちなみに言うと、うん、そのふん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 の後の、うん、ふんも一応英語だからね。まあね、まあね、見逃したけど。まあ、確かに。まあでもさっきのダン、まあ、ってるからね。ダンダン音で見逃したから。いやダンダンとさ、うんはなんか別音じゃない？ちょっと。うんはもうちゃんと単語だもんね。でもお前も言ってんだよ。まあね。本当は11だったけど、まあでも。あれは俺が気持ちよくなったからいい。気持ちよさそう。そう、それだけで俺は幸せ。おう、いいじゃん。だって決め台詞も言えてさ、うん、女の子とディズニー。おー、めちゃめちゃスッと。うーん、にょにょにょ。あって言わなかったら気づかなかった説あり。ね、ね、今めっちゃ本当に気づかなかったわ。ディズニー会えたらしい。じゃあスタート。もう言わんぞ俺は。人いるね意外とね。なんかね、ないかないか。なんか買う、ないか。俺クッキー買うかな。もっち、あーいいな。俺クッキー買う。何もっち買う。おかき。確かにな。早くついてほしい。もう3人送ったらもうしんどくなってくるし。もうワンゲーム。あ、あ、おーよかったー。アンドタイム。マジすぐ送ろ。ナイス。アンドタイム。なんか飲まない着いたら。ああ、飲みたいね。何あんの。いろいろあるよ。ああ、言葉を飲み込んだ音がしたんだけど隣から。え、どうなんだろうと思って。あの有名な黒いもちもちのつぶつぶが入ってる。美味しいよね。牛乳とお茶がブレン混ざってる。え、あれ、ええ、まあでもセーフだね。言い切ったくない。飲み込んでたよ。飲み込んだよね今。え、ごめんなさい。気をつけます。注意。イエローカード。はい。あっ、あっ、せーレッドカードじゃん。送ります。早く送ります。うわ、ね、今のすごいわ。俺もね、あの頭の中にね、これイエローカード絶対誰か言うなって思ってたら言ったから。うわ、やったわ。超気持ちよかった。くそ、早く送るわ。送りました。始めましょう。再開でスタート。もう着いちゃう。じゃあもう着くか、うん、次言うかで終わりだな、うん、そうだね。まあ言わないようにしよう。最後は飾りたくないな。そうだね。怖いな。ディズニー初めて行ったのいつ。多分1歳とか2歳。まあそうだよな。初めてだったらそうだな。小さい時バカ泣いたけど。なんで。覚えてるんだ。うるさいアトラクション。おっ、あー、